午後4時前の網走港です。海に向かって釣り竿が伸びていて、向こうまでずらーっと釣り人集まっています。100人以上の人が詰めかけた昨日の網走港、皆さんのお目当てはサンマです。何匹ぐらいあるんですか？400ぐらい。 400? うん、多分うじゃうじゃいますよ。旭川の奥の東川から来たんだよ。山奥からピース山から来てピース中には釣り竿を何本も駆使する強者も。3つすごいですね。これ自動作ったの？そうあえて手で振ってるのはめんどくさいでしょ。日が暮れて辺りが暗くなると、海面にはたくさんのサンマの姿が、うん、お、釣れた。また釣れました。お兄さんどうですか？楽しいです去年もサンマの大群が押し寄せた網走港。本来沖で取れるはずのサンマが、なぜ2年連続で漁港にいるのでしょう？沖の方がちょっと冷たすぎる感じになっちゃったと思いますね。沖の方の水温が下がってきて、それで今沿岸の方が水あったかいもんですから、そっちの方に入ってきてるんじゃないかな。網走水産試験場はいつまで漁港にサンマの大群がいるかわからないとしていますが、去年と同じであればこの大量は1週間ほど続くのではないかと見られています。